マーター・アムリター・ナンダ・マイ、マーター・アムリター・ナンダ・マイ・デビー、サンスクリット語表記、マライアーラム語表記、幼名は、スダ・ーマニ、1953年9月27日体は、インドの冷静指導者である。信奉者たちから聖者として尊敬され、アンマ、アマチ、マザーなどの愛称で呼ばれている。彼女は人道的活動によって高く評価されており、 抱きしめる聖者としても知られている。スダーマニ、後のマーターアムリタ・アナンダ・マイーは、1953年、ケーララ州のコンラムに近いパラヤカダブ、その一部は、現在のアムリタプリという小さな村で生まれた。両親はアライアンという貧しい階級に属する漁師の家系だった。年少の兄弟たちの世話と家事一切がスダーマニに,に任されていたため、 彼女自身は9歳までしか学校に通っていない。スダーマには子供時代から数多くの神秘体験をしたと言われている。1981年から冷静を求める人々に向けて世界中で教えを説いている。また、国際的な組織であるマーター・アムリター・ナンダ・マイ・ミッショントラストを設立し、冷静と事前の両面で多くの活動に携わっている。 国連総会で講演を行い、万国共通の母性の象徴として、賞賛を受けた。1993年、シカゴで開催された世界宗教会議にヒンドゥー教代表の一人として招かれた。2002年10月、スイスのジュネーブで開催された、グローバル・ピース・イニシアティブ・オブ・ウィメンにおいて、基調講演を行った。この講演に先立ち、 2000年8月に開催された国連ミレニアム世界平和サミットで講演している。2002年、ジュネーブの国連大会議場でワールドムーブメントフォーノンバイオレンスはあんまにガンジー・キング賞を授与した。この賞は彼女が生涯にわたり推し進めてきた非暴力主義による活動を得たものである。同賞の前年までの受賞者は第7代国連事務総長を務めたコフィアナン。 全南アフリカ共和国大統領ネルソン・マンデラ、霊長類研究者のジェングドールの3名である。2006年、ニューヨークのインターフェースセンターで第4回、ジェームス・パークス・モート・インターフェース賞の授与式が行われ、アンマがその栄誉に輝いた。インターフェース賞は、社会的かつ文化的なプログラムを通じて、平和、異宗教官の相互理解と行動を促進する使命を、 果たした世界的な指導者に対して年に一度授与される。これまでに、ビル・クリントン、ダライ・ラマ、モハメド・イル・バラダイ、シーリーネ・ニバー・ディー、デズモンド・ツツ、インドの有名な音楽家であるラビシャンカルなどが受賞している。2007年10月、パリで開催された国際映画祭、シネマ・ベリテ国際ランデブーにおいて、アンマの人道的活動に対してシネマ・ベリテ賞が授与された。 女優シャロンストーンがアンマを紹介し、アンマに賞を手渡した。2008年3月、インドのジャイプール・ラージャスターン州において、グローバル・ピース・イニシアティブ・オブ・ウィメンによる国際会議、世界全体の利益のために女性が進むべき道が開催され、アンマが基調講演を行った。マーター・アムリター・ナンダ・マイのもとに、最初の弟子たちが集まってきたのは、 1970年代の終わりだった。今日では他の弟子や消え者たちも加わり、最初の弟子たちと共にアシュラムの多様な活動を支えている。アンマのイニシエーションを受けて最初の出家者となったのは、スワーミ・アムリタ・スワルーパーナンダである。他の皇帝は、スワーミ・パラマウト・マーナンダ、スワーミ・ラーマクリシュナーナンダ、スワーミ・プール・ナー・ムリターナンダ、スワーミ・トリア・アムリターナンダ、 スワーミ・アムリタ・ートマーなんだ・ーナ,ーーナンダ、スワーミ・プラナバ・アムリタ・ナンダ、スワーミ・ニ・アートマ・プラーナ、スワーミ・ニ・クリシュナ・アムリタ・プラーナである。マーター・アムリタ・ナンダ・マイ・イ・マート、以降 MA ・マートと表記の名前で知られるアンマのアシュラムは、インドのアムリタ・プルにある。インド国外のアシュラムとしては、アメリカ合衆国のカリフォルニア州サン・ラモンにある MA センターが挙げられる。 日本のアシュラムは東京都稲城市にあり、フランスのアシュラムはパリの郊外にある。マーター・アムリター・ナンダ・マイは抱きしめる聖者として世界中の報道関係者に知られている。彼女は近づく人たちを一人残らず抱きしめる。インドでは1日に5万人以上の人が彼女の抱擁を求めて集まり、全員を抱擁するために時には24時間以上も座り続けることがある。 彼女は過去30年間の間に少なくとも2800万人の人々を抱擁したと言われている。マーター・アムリターナンダ・マイの人生を描いた映画、ダルシャン・マイナス抱擁は2005年カンヌ映画祭の特別招待作品に選出された。国際映画賞を受賞した映像作家のヤンクーネンが監督した。ヤンクーネン監督はオランダ生まれで、 現在はフランスをベースに活動している。プロデューサーは、フランス人のマニュエルデラ・ロシュである。ヤンクーネン監督と制作スタッフは、2003年に、高知で開催されたマーター・アムリターナンナマイー生誕50年を祝う、アリタ・アルシャムのイベントから撮影を開始した。撮影チームは、映画の完成までアンマと共に旅を続け、インド及び、世界各国で行われるツアーをフィルムに収めた。 空元監督は次のように語っている。この企画に関わって撮影を開始した時、私はあんまは善良な人で良いことを行っている。お返しに何か彼女のためになることをしてあげようと考えていました。しかし、撮影が進むにつれて贈り物をもらったのは私の方だと気がつきました。MMR a トのホームページにはこの組織が行っている。 様々な事前活動や人道的活動が紹介されている。一例を挙げると、貧しい人たちのための住宅10万戸の建設、病院、孤児院、ホスピス、女性のための避難所、家父に対する、扶助金の支払い、地域女性センター、高齢者のためのケアホーム、眼科クリニック、言語聴覚療法などである。また、アメリカ合衆国ではアンマのセンターの多くが、 マザーズキッチンや菜食スープキッチンの活動を展開しており、ボランティアたちが調理した食物を貧しい人々に配布している。あんまの事前活動を見習う日本の NPO 法人は2年以上にわたって新宿中央公園で炊き出しを行った。アムリタプリの MA マートはインド国内で学校100校、寺院20カ所、高地にある先端医療の専門病院などを運営している。 また、調理場で、毎回何千人分もの食事をまかなっているほか、毎年1万5千人の家父たちに扶助金を支給し、家のない人のために、年間およそ2万5千件の住居を建設し、アンマのメッセージを広めるために、世界35カ所で、アンマの福祉センターを運営している。2004年、MA マートは、インド洋津波の被災者援助のために1億ルピー。 約24億円の救援金を送ると発表した。救援活動の2年目を終える2006年末までに、支援総額は当初予算の倍に当たる4600万 US ドル、約46億円に達した。m a アートによる救援活動は、ケーララ州、タミルナード州、ポンディシェリ、アンダマンニコバル諸島、スリランカの各地で行われ、現在も続いている。 2005年9月、アンマは、ブッシュ前大統領とクリントン前大統領によって、開設されたハリケーンカタリーの基金に100万ドル、約1億1000万円を寄付した。また、被災者たちに必要な援助は何かを調査するために、災害の直後に側近を被災地に派遣した。2005年10月、カシミール・パキスタン大地震では、数千枚の毛布を被災地に送り、 生存者たちに配布した。マートレバーには、あんまの宗教的、人道的な活動及び消え者からの話題を掲載した、月刊誌である。出版元は、アムリタプリのアシュラムで、書簡が出版されたのは1984年。マラヤーラム語、タミル語、カンラダ語、テルグ語、マラーティ語、グジャラート語、ベンガル語、ヒンディ語などを、インド各地の言語と、英語、フランス語、 ドイツ語、イタリア語、フィンランド語、スペイン語、日本語で出版されている。マートル・バーニの他に、英語の国際誌、イモートル・ブリス、永遠の私服が年4回発行されている。人間がお互いの中に事故を見出し認識できるようになった時、初めて本当の平和が訪れます。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。